少年少女合唱団の皆さん、よろしくお願いします。
下関市にお客さんにしていただきます。ただいま8時15分になりました。 S ブロックから D ブロックの入り口プラカードのスタッフはプラカードを下ろし、実況役員は入り口を閉鎖してください。時間にも間に合わなかった選手は D ブロックからのスタートになりますので D ブロックへ移動してください。これから私の合図で各ブロックの間隔を決めます。選手の皆さんは決して走らず、前の人を先にゆっくり前に移動してください。それでは各ブロックの先頭スタッフはスロープスタッフと一緒にそのままゆっくり前進してください。それ俺のやつ。各ブロックの先頭スタッフとロープスタッフは歩道の方に上がってください。そんな派手なのありますね。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより明治維新150年記念下関海峡マラソン2018のスタートセレモニーを行います。ここにも入ってますか。まずは大会会長であります前田慎太郎下関市長よりご挨拶を申し上げます。前田市長よろしくお願いいたします。箱に入ったままね。皆さんおはようございます。2年くらい温めてました。元気ですか。準備は万端ですか。本当に多くの方々に参加をいただきまして、明治維新150周年記念の2018年下関海峡マラソンがいよいよ開始をいたします。ご参加いただいた方々、そしてボランティアスタッフの方々、協賛企業の方々、ゲストランナーの皆さん、本当に感謝を申し上げたいと思います。皆さんで素晴らしい一日にできればと思います。今回は1万2000と879名のランナーエントリーをいただきました。国内では47都道府県すべての県からのご参加をいただきました。そして海外からは、中国や韓国をはじめ、猫ひろしさんもカンボジアから参加をしていただいておりますので、合わせますと8カ国の海外の方からのご参加でございます。そしてゲストランナーでもう一人ちょっとご紹介したいんですが、この度11回連続で参加をいただいた宮本勝友さんが、皆さんご承知ですよね、読売巨人軍の総合投手コーチに就任いたしました。頑張ってください。何でも今日来てくれたんですよ。素晴らしい地元愛ですよね。もう宮本さん皆さん大ファンだと思いますけど、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでは私も、去年に引き続き完走を目指して頑張ります。5時間30分くらいで帰ってくれるといいなと思っております。皆さん怪我のないように練習の成果を出し切ってみんなで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。前田市長ありがとうございました。前田市長は今回フルマラソンに挑戦されます。ぜひ皆さんと一緒に頑張ってください。ここで本日お越しいただいております来賓の皆様をご紹介いたします。どうぞ皆様ご登壇ください。それではご紹介いたします。地元下関出身の内閣総理大臣安倍晋三様代理礼夫人安倍昭恵様。地元下関出身の参議院議員林芳正様代理林芳正事務所所長中林修司様。
続きまして来賓ランナーをご紹介いたします。参議院議員江島清様。では本日ご出席いただいております来賓の皆様より一言激励のエールをいただきたいと思います。それでは安倍様よりよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。安倍晋三の家内の安倍昭恵でございます。今日は本当にいいお天気になって、この下関東京マラソン開催されますことを、大変私も嬉しく思っております。久しぶりに私も参加をさせていただきます。皆さん練習の成果を十分に出し切って、楽しんでいただきたいと思います。私も、障害があったり、いろいろな事情で走れない、多くの友人たちの気持ちを持って練習不足でありますけれども、できる限り走っていきたいと思います。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。皆様おはようございます。大変お世話になっております。本日は好天に恵まれております。皆様方完走を目指して頑張ってください。期待しております。山口県の参議院と申します。私も11年前当時下関の市長をしていた時にこの大会が始まりました。私も今回で10回目の参加になります。皆様と一緒に完走を目指しまして頑張りましょう。来賓の皆様ありがとうございました。なお江島さんはフルマラソンの来賓ランナーとして走っていただきます。ここで祝電が届いておりますのでご紹介させていただきます。風光明媚で歴史ある関門海峡と美しい響灘の2つの雄大な海を望むコースを駆け抜ける明治維新150年記念下関海峡マラソン2018が盛大に開催されますことをお喜び申し上げます。ボランティアスタッフをはじめ番組の皆様方のご尽力に敬意を表しますとともに、本日のマラソンが下関の活性化につながりますことをご期待いたし、合わせてご使用の皆様にはの十分に発揮され優秀な成績を収めることにをご検討をお願いいたします。内閣総理大臣安倍晋三様、参議院議員林芳正様、参議院議員江島清様、参議院議員比例代表北村綱子様、以上ご連名で頂戴いたしました。ありがとうございました。続きまして大会に花を添えてくださいます今大会のゲストランナーをご紹介したいと思います。皆様ステージへお上がりください。会場の皆さんどうぞ拍手でお迎えください。まず1人目は昨年11月に開催されました甲府読売マラソンで2時間56分14秒の世界新記録を樹立、今年のロンドンマラソンでも金メダルに輝きました下関市出身の道下美里さん。
続きましてアトランタオリンピック女子1万メートルで5位入賞を果たし、世界陸上パリ大会女子マラソンでは銅メダルを獲得するなど、陸上長距離界で数々の快挙を成し遂げ、現在はスポーツコメンテーターとして活躍されています千葉雅子さん。フルマラソンの後半には上りがあります。そしてさらに気温がですねぐんぐん上がることが予想されますので、体だけではなくって頭も使って走ってくださいよ。さあ昨日はソフトバンクが日本一になりました。次はマラソンのカンボジア代表で147センチの小さな巨人、猫まっしぐらに毎日走り続ける猫ひろしさん。どうもご紹介に預かりました猫ひろし。朝からテンション低いな。俺もっと上げて。昨日たくさん寝ようと思って、早く布団に入ってたらですね、ホテルの隣の部屋からなんか歌声が聞こえてくるんですね。大声でカーモンベイビー下関原因が分かりました。そして今日楽屋でさあ頑張るぞと思ったら、宮本さんこちらの方から猫さんカリフォルニアからようこそって言われたんですね。カンボジアですから。それだけは覚えて帰ってもらいたいと思います。今日フルマラソン走らせてもらいます。皆さんゴール目指して頑張りましょう。よろしくお願いいたします。続きましてロサンゼルスオリンピック野球日本代表として金メダルを獲得した下関市出身で第1から読売巨人軍一軍投手総合コーチに就任されます宮本和智さん。はい、宮本さんおはようございます。総合コーチという大役をですね、仰せつかりました。今本当に頭の中はジャイアンツの投手のことで頭いっぱいでございます。昨日ソフトバンクが見事に日本一になりました。来年は読売ジャイアンツ行かせていただきます。今日一日頑張ってください。そして最後に川内優輝選手のモノマネでおなじみのモノマネアスリート芸人 M 隆さん。はい、皆さんおはようございます。川内優輝選手そっくりさんモノマネアスリート芸人 M 隆です。今日はですね川内優輝選手の走り方、そして球取り方フィニッシュまで忠実に再現したいと思います。サブ3の、プレスランナーたちと一緒に走りたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。ゲストの皆さんありがとうございました。 M 高さんフルマラソンしていただきます。また本日はあとお二人が大会を盛り上げるためにお越しいただいております。お笑い芸人の畑陽子さん、そして土佐健さんです。畑陽子さんにはフルマラソン、土佐健さんは2キロを走っていただきます。皆さん感想を目指してぜひ頑張ってください。続きまして今大会の特別協賛者をご紹介します。